皆さんこんにちは、プロレス王子の三本です。大谷秀明です。よろしくお願いします。2週連続になります。今回はね、なんでこうやって2週連続にしたかといいますと、その大谷さんの奥さんが、フィリピン人、フィリピーナということで、実はね、日野の丸村ラーメンのコンちゃん、あそこがね、あそこの奥さんもね、そのフィリピン人ということもありまして、ちょっとコンちゃんと電話対談、ちょっと電話でフィリピントークをしてもらいたいなって。多分忙しいから、ごめん忙しくなったとか、お客さんが来ちゃったからって言って切られる可能性もあるんで、ちょっとそこだけご了承ください。視聴者の皆さん、じゃあちょっとやってみましょう。大谷さんって正直1回目の奥さん、フィリピン人じゃない、フィリピンじゃない、日本人ですよね。その居酒屋日でやった人ですよね、離婚した理由は何でなんですか。離婚した理由は何でなんですか。ないかな、理由で、僕は遊んでたあれで、こんなと浮気してた、してた、浮気してバレて、で、フィリピン人の奥さんがフィリピンに帰っちゃったのは愛想疲れたから。愛想疲れたよ、それまで遊んでたんですよ。ちなみにその、さっきの娘さんってどっちの方の奥さんですか。娘さんに、あれ、元日本人、元嫁の、で、フィリピン人の奥さんの娘さんは今どうしてるんですか。今、どうしてるかと分からへんねんけどね。で、さっきちょっと俺が聞いたのが、なんで、ほら聞いたかっていうと、そのひろしパパ、こんちゃんの北海道三人同時ラーメン修行のこんちゃんっていう人は、日野でまだラーメン屋頑張ってるんですよ。その人もあれなんですよ、奥さんがフィリピン人なんですよ。で、あと栃木県の真岡市でハンバーグレストランオゼをやってる人がいるんですよ。オゼ、その人が奥さんも、その人も奥さんと離婚して、で再婚した相手がフィリピン人なんですよ。なんかフィリピン人って、フィリピンには行ったことあるんですか。じゃあ3回か4回ぐらい。そうなんですか。どこですか、フィリピン。ラグナ。ラグナ、ラグナ。そうなんですか。ラグナ、結局どないかな。マリナからね、マリナから1時間か2時間ぐらいな、ラグナまで。もしもし、マルクです。あ、こんちゃん、三本です。今、兵庫県に来てて、淡路島の方に。で、愛の貧乏で放送したお店があって、で、そこの今、店主さんに会ってるんですよ。そうですか。奥さんがフィリピン人なんですよ、その人も。そう、だからね、こんちゃんとね、ちょっと話したかったです。ちょっと待ってください。はい、もしもし、はじめまして、大谷です。近藤と申します。どうぞ。なんか、三本君が今ね、はい、四国に行って自分が頑張ったけど、あの人も気楽なもんだから。今、頑張ってる。商売は何なさってんですか。え、商売、お店は。お店はもうやめてね、3年前に。そうですか。もう目がちょっとね、もうだんだん悪くなって、やっぱりね、お客さんに迷惑かかるからね、それでもう3年前に辞めたんです。そうですか。はいはい、今は娘のね、娘の旦那さんが八百屋してるんで、そこを手伝ってるんですよ。そうですか。そうなんですよ。もうそれもね、僕が遊ぶんで愛想つかして帰っちゃったんです。でも、私の方もフィリピンだからね。そうなんですか。向こうの人はドンキモンだからね。そうですね。
うちの店は手伝わないって言ってるからね。あ、そうなんですか。じゃあ、日本の方を、スタッフを雇ってしてるわけですか。そう、パートさん使ってる。あ、そうなんですか。ちょっとね、今お客さんを来てるもんだから。はいはい、すみません、はい、ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、はい、はい、すみません。奥さん、フィリピンの奥さん、そう、仕事手伝わないって。あのね、最初手伝ってたんですよ、番組で、うん、番組放送した時は。番組の話で、なんか、やっぱほら、フィリピンの人って今も言ったように、まあ、僕もほら、メキシコとか行ってるから分かるけど、南国の人ってのんきじゃないですか、はいはいはい、だから、結構ほら、その、コンちゃんはもうすごい働き者だから、うんうん、朝とかも早く出て、もう掃除も1日4時間やってるとか、すごい熱心な人なんですよ。だけど、奥さんなんかはもう毎日寝坊してくるんですって。あ、そういうところがあって、そうやね、うん、割と時間に関係ないみたいな。そう、もう、うん、そう で、うん、でしかも でその後に、まあ、そのいろいろ家庭内でもいろいろあって、愛の貧乏に出てからいろいろやっぱほら寝たり赤みってあるじゃないですか、はいはいはい、どうしても、はいはい、だからお客さんからもそういうほらいろいろなんかシャッターに落書きされたり、ラーメンの中にわざと虫入れられて指のない薬剤ですよ、で虫が入ってたとかってクレームつけられてタダ飯とかにさせられたりとか、ほら娘がちっちゃかったんですよ当時。だから娘が小さかったもんで、このほら番組で怒られてる姿を娘のほら保育園の同級生の子がテレビで見て、お前のお父さんがお前のお父さんが番組で怒られてるっていじめられちゃったりとかしたんですって。でフィリピン人の奥さんともらって今あのほら結婚してあれしてるんだけど、まあ、フィリピン人の奥さんももうそんなのんきなもんで、そうでね、お店その自分がその稼いだお店の売上金とかやっぱ当然結婚してるから財布の権利って奥さんのものになるじゃないですか。なりますよね、こっちは。じゃあ、こんちゃんもフィリピン人の奥さんにそれを全部お金を入れてたら、ね、ところが何やったかって言ったら、フィリピン人の奥さん全部遊んで歩いて使っちゃうんですって。はあ、で、最終的にほら、やっぱ、まあ、番組で放送したけど、番組効果からだん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 ほら、まあ、あのお客が来なくなるじゃないですか、ね、うんうんうん、売り上げが落ちてくるから、うんうん、やっぱほら、こんちゃんはそういうのもあって、もうその、まあ、家にあんまりお金を入れられなくなっちゃったんですね。ほら、はい、奥さんにほらもうお金入れちゃって全部遊んで歩いて使われちゃったんですよ。だから次第にそしたら奥さんがね、お金を家にあの入れてくんないかなって言うんで、家のラーメン屋を手伝ってくんなくなっちゃったんですよ。はぁ、で、なんかそのほらこんちゃんから見るとね、そのお店の家賃と電気ガス光熱費で、でほら家に住んでるアパートの電気ガス水道とかなんですが、子供の、ね、教育費も全部あの人がコンちゃんが持ってたんですよ。そうで、奥さんが何もしなくなっちゃったんですよ。だからラーメン屋を手伝わないなら、ね、じゃあお前しょうがねえからね、うん、って言って喧嘩になっちゃって、うん、で別居生活してたらしいんですよ。だから別居生活してたんだけど、うん、もうほら今度別居すると奥さんは立川のその方のマンションとかに住んでたらしいんですよ、アパートに。はい、でもほら自分で全部その家賃とか払って生活していかなきゃいけないじゃないですか。だからそれがすごい大変だったみたいで、また戻ってこられちゃったんですって。はあはあはあ、で、そうで、まあほらその子供3人のね、大学とか、うん、まあ、高校大学、うん、専門学校のもう全部その人がやって、うん、でそれプラス、ね、奥さんの、そのフィリピン人の奥さんの妹さんがいるんですよ。はいはい、そう、それもやっぱあのそのフィリピン人の人なんですけど、でその人たちが、ね、今度その公団っていうかあの団地に入ったんですよ、あの都営住宅、はいはいはい、うん、に入ったんですよ、はいはいはい、まあ、もちろんあのこんちゃんも都営住宅に入ったんですよ、当たったから、当たったから、うん、で、まあ、その奥さんもほら生活、奥さんの妹さんのフィリピン人の方も、まあ、子供を置いて生活が苦しいって言うんで、うん、都営住宅の方にね、こんちゃんが申し込んであげて、そう申し込んであげて、やっと当たったんですって。で、3年前にやっと入れたんですって。で、しかもそこの引っ越し手当も、敷金、礼金も全部こんちゃんが持ってあげたんですよ。だからこんちゃんもあっちもこっちもでいろいろ大変だらしいんですよ。ほんまやね。そう。あら大変やわ。そう。
だからやっぱ お店のお客さんからも言われるらしいですよ。こんちゃんはなんかやっぱりその何そのやっぱほらお客さんからマスターラーメン屋で3人の子供も育ててね、お店の家賃もね、ほら自分の自宅の家賃も全部払って、ね、子供にはそんな大学だ専門学校だとかってね、そういう、ね、教育やれてすごいね、大したもんだねって。すごいわ。でしかもほらそのね、その奥さんの妹さんのとか、うん、甥っ子さんの分までそもそも面倒見たもんで、はい、うん、だその人もともとはラーメン屋やってて、ラーメン屋の 上に住んでたんですよ、アパート。あ、はいはい、そう、そこアパートの1階がラーメン屋で、ラーメン屋さんで、うん、だけどさ、そのラーメン屋さんでラーメン屋さんのアパート代だと、まあ、家賃がどうしても高いから、だからラーメン屋はそこの場所でやってて、でアパートだけはその都営住宅の方に引っ越したんですよ。はあ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 。で、奥さんは今、フィリピンの奥さんはどうしてるのかっていうと、うん、ね、今度は、なんだっけ、セブンイレブンとかのお弁当の惣菜の中でわらべ屋で夜働いてるらしいんですよ。はあ、夜で、ね、週に5回も6回も働いてるから、ね、奥さんだけで手取りでもう20万以上の収入があるんですよ。だけど奥さんは全然お金入れてくれない、入れないし、そのほら家の支払いも何もしてくれないで、そう、これは自分の小遣い、そう、全部。だからもうこんちゃんは離婚したい離婚したいって言ってるんだけど、うん、でもハンコが押さないからもう別れられないんで。大変やね、ハイケンの。すごいわ、忘れとてもじゃない、こんなマネ要せんわ。この今頑張ってまだやってる、もうやってます。番組放送して、あ、終わってから2000年に放送されたんですよ。あの居酒屋のヒデさんは2002年の2月だったんです。はいはいはい。コンちゃんは2000年の2月なんですよ。だから2年早いんですよ。2年、うん、だからあれから19年だけど未だにやってますよ、うん、根気強く。すごいな。で、兵庫県の西長っていうところに月型やってて、その3年生ほら、このコンちゃんいう人は今もう一人で頑張ってるんだよね。はい、頑張ってます。3人のうちみんな2人辞めて、コンちゃんだけ。あのね、もう一人はだけどすごいね、ほんまにとてもあんなよう、おしら真似できるほんま、うん、ね、ポンちゃんも今だから68歳ですよ。あ、そうなん。そうですよ。まだまだ元気頑張った。だからまだね、元気だっつってね、女遊びもしてる。あ、これはね、やっぱり男やからね。大谷さんも今でもやっぱり、いや、もうこれはない。それはない。もうこれも性欲とか女欲はない。ないね、今は。今はもう、どないどこうね、飯食えたらええわいうぐらいの感じでね。うん、で、まあ娘や、旦那さんやっとるから、まあ、助けてね。うん、まあ、そうでしょうね。ほんで、まあ、ね、お母さんが亡くなったからね、余計。お母さん何歳で亡くなったんですか、こちらの八百屋のお母さんは。68かな。あ、じゃあ病気で、うん、病、癌で、癌で。僕もね、その八百屋はさっき実家八百屋だったじゃないですか、うん、僕のお父さんもね、僕が17歳の時なんで、今から17年前、はあはあはあ、癌で亡くなったんですよ、2002年に。だちょうど豊さんがほら、番組放送された時、豊さんね、ヒデさん、はいはいはい、ヒデさんは2002年の2月じゃないですか、はいはい、放送されたの、はい、僕のお父さん亡くなったのは2002年の5月23日が命日です、はあ、父親の、はあ、ほな、その時ずっと見、愛のビフォー見とったわけ。見てた。てか僕はもう98年から見てますから。へぇー。だからさっきは中学生の頃見てましたよって言ったけど、あ、まあ、2002年のちょうどヒデさんの頃は僕だから18になる手前の17の終わりだったんですよ、うんうんうん、僕6月が誕生日なんで、そうだ、17歳の時だったんで、はあ、まだやっぱりそんなにいてはんねんな。さすがにもうやっぱこんだけの年月が経って番組見てくるっていう人はやっぱいないですか。いない。まあ、あのその放送した当時ね、僕はまあもともと淡路でないよね。どこの出身なんですか。あの島根県の。あ、島根なんですね、うん、島根のね、うん、
マスダーいうところで、はいはいはい、そこで、まあ、同級生がおって、はい、ほんで、おい出てたぞ、おい電話かかって、じゃあそれで学生時代とかその昔ながらのなんか友人とかと、あ今でもね付き合いはあります、とか来てくれたり大会したりとかしてました、ああその番組を見て、うん、あるよ、もともとじゃあ島根県の方だったのに、そうそうそう、こっちに嫁いだの、嫁いだっていうかこっち来たご縁は、元嫁の、はい、あどっち、日本人の方の奥さん、うん、そうそう、はい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 、が、こっち淡路におったんで、あそうなんですか、ほんで、ほんで、まあ結婚、結婚させてくれって申し込んで、ジャスミン、うん、親でね、あ、こっちに奥さんが住んでて、うん、こっちに出会って、あ、ここじゃない、大阪で住んどってね、大阪で知り合って、で、これで、あれ、奥さんの方が、淡路の方やから、はい、で、まあ、お母さんとお父さんに会うて、まあ、結婚させてください、言うてね、はい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 、で、まあ結婚はもうして大阪で住んどった、はいはいはい、大阪のどの辺ですか、あれ、東大阪、あ、東大阪ですか、うん、映画とかあの辺ですか、あのね、昔ね工科学スモックでね、うちの下今の子が2歳かな、ほらんとこでね、喘息になってね、はい、で、かわいそうなんで、もうこっちにね、こっちやったら空気もよし、うん、で、こっち来るように、まあ、向こうで働いとったんやけど、はい、もう、うん、娘のためにね、子のために、はい、こっちに変わって、はい、で、変わって、その、今の三栄物産のとこで、店してあったら、そこで働いてやねん、ここの、主人が結局もうお前やってみらんかいうことで、ああそれで始めた、それから始めた、僕はだからね、昭和ね50何年かな、で、あそこはじゃあ借地だったんですね、借りてたの、そうそう、そう、じゃあ大家さんからもう一回やってみないかって言われたりとか、うん、もうね言われたけど、ほんなんね、もう年も年やし、もうせっかくもう辞めて、ちょっと時間も長かったからね。まあね、飲食店は仕込みから入るとね、うん、仕込みから入ってね、掃除で終わるからね。ほんで、よそに出るわけにいかんし、ちょっといてくるわとか言うわけにもいかんしね。ここだったらもう自由の時間が効くから。まあ、朝のうちだけ、まあ、僕は店出ししといたら、うん、市場にも行きます、市場にはね、僕は行けへん、行かないですか、うん、ここの主人、旦那さんが行くから、うん、それともう一人今おった男の子、はい、あれも市場に行きますね、週に1回かね、ぐらいは行くよね、3年ぐらいで極端にね、景気落ちてんだから、うん、これわかるね、うん、じゃああれだよ、こんちゃん、あの人と話してどんな感じでした、話してて、まあ、通常通りの、うん、あれかなと、あの人は、ほら、その、もともと結婚してほら、娘さんがいたんだけど、うん、そう、そうそう、あ、じゃあフィリピンだ、あ、そうだ、結婚してそうだ、結婚して娘さんがいて、で、浮気ばっかして離婚して、うん、で、今度フィリピンの奥さんと再婚したんだけど、うん、そう、さあそっちの奥さんもなんかフィリピンに帰っちゃったんですって、そう、親要するに何でかっていうと、あの人が浮気ばっかしてるからそう、で、元奥さん、離婚した元奥さんとお店を切り盛りしてたんです、やってんだ、やってたんですよ、うん、そう、
だけどほら 2,3 年前に潰れちゃったんですよ。もう目が見えなくなって。今何やスーパーやってんの？違う、あのスーパーの中の八百屋さん、要するに娘さん、日本人との奥さんとの間の、その娘さんが結婚して、その娘さんの旦那さんがほら八百屋さんだから、そう、それでそこの娘の旦那さんのその八百屋さんを娘と一緒に今手伝ってるんで。手伝ってるか。そう、あの人はやっぱそのほら今もう70いくつだけど、若い時はさて女にばっか手出しながら、もうそれ見つかってもう2人の奥さんにもう愛想つかれちゃったわけ。まあ大体男はね、まあそういうやることはもう 大事だからね。だからほらあの人も2002年ぐらいに確か出たんですよ、2001年かな、うん、だから今回全然あったじゃないですか、うん、だからずっとそれまでね愛の貧乏見てたんですって。そしてこれいいな、これいいな、この番組いいなってずっと思ってたんですって。そしてなんか確か娘か誰かが応募したら当たっちゃったんですね。当たったんだ。そう、それで出たんですって、うん、でほらこう、何、調理場は掃除されてなくて、まな板はこれ使いっぱなし、包丁は錆びっぱなしっていうのもあれ全部やらせでね、あれ実際はその辺になんか捨ててあったものだかなんかをそのまま持ってきたらしいよ、うん、もう持ってきてそれを使ってることにされたんだって番組では。番組やっぱり面白くおかしくやるからね、だからが視聴者はまた受けたかも見んねえけど、実際的にやられた方にはもうかわいそうでしょ、ここにで、うん、なんだよって。だからほらその人もコンちゃんと話したかったけど、奥さんがフィリピン人だから、そう、だから俺コンちゃんに電話したんですよ。おうおう、いや話した感じいい人でしたでしょ。まあね、あの人すごいいい人でしたよ、大谷さん、大谷さんって言うんだけど、まあ優しそうだというような感じだね、うん、ここでプリンスニュース。皆さん、こちら東京日野の丸村ラーメンが、あの2000年の2月北海道3人同時ラーメン修行ひろしパパこんちゃんとして3週間連続放送されてから早20年が経ちますね。その2020年2月にはその20周年を記念しまして、こちらご覧ください。私が今着ているこの T シャツ、丸村ラーメン20周年記念 T シャツを2020年の2月の16日午後13時より、この T シャツを1枚2000円で販売することが決まりました。もしその日に来られたらば、さあこの T シャツと、そして近藤幸雄さんの20周年記念の名刺がですね、無料でもらえることになります。なのでこちらの名刺の方はですね、数量も限られてますので、ぜひ皆さんこの機会にご来店の方お待ちしております。そして次回は、要するに日本人の奥さんと最初結婚したのね、で浮気ばっかりしてたから別れちゃったんですよ。でフィリピンの奥さんと結婚したんですよ。そしたらお店をやってたんだけど、あのその居酒屋店で愛の貧乏でやった時ね、その時にね、奥さんが何でか知らないけどフィリピンに帰っちゃったんですよ、勝手に一人で。だから離婚した奥さんとお店を切り盛りしてたんですよ。で結局どうなったかっつったら、最終的にその、フィリピンの奥さんとなあれでも浮気ばっかりしちゃって、その人がで愛想つかれて2回離婚してるんですよ。で今はその日本人の一番最初に結婚していたその奥さんの娘さんが手伝ってんだ。その奥さんのその娘さんが結婚して、その結婚した相手の旦那さんが八百屋さんをやってるってことで、ほらこの人が娘さんでね、でその八百屋さんに今手伝ってるんですよ、この人、72歳のこの人です、今話したのは。まあいい男だね。ね、うん、若いからもうちょっとだったんだ。そうで、この人が修行したのがその大阪の京橋ってあるでしょ、京橋ね、うん、豊居酒屋豊っていうところなんですよ。お、うん、それがこういう感じ、こんな感じ。これ何、屋台の？屋台なんですよ、うん、すごいですよこの屋台で、大将がこの人なんですよ。お、敷本豊二さんっていう人で、2002年に放送されてるんですよ。おそうそう、この人、うん、
関西人だね、これね。そう、でも今度出身はなんかあれなんですよ、奄美大島かどうか島の人なんですよ、鹿児島の。これはウケるわ。え、でほら、いつもこんな並んでるんですよ。すごいんですよ、ここ。はい。こんな感じだったんですよ。はい、ありがとうございました。ちょっと遅くまで。